じゃあ、すみません、真ん中に目線ください。真ん中です。お願いします。すみません、ちょっと表情を柔らかく笑顔でお願いします。よろしいでしょうか。ちょっと時間。はい、ということで、これで8年後の共同記者会見を、まあ、今回は当クラブの開催形式に合わせて実施するものでございます。最初の主催者を代表いたしまして、理事長の吉田真一がご挨拶いたします。私はまず何よりも大事なことは、今回の東日本大震災の復興、そして原発の対応、これに全力を挙げること、これが次の政権の最大の使命だと考えております。喜ぶべきことに言いましょうか、それとも残念ながら言いましょうか。そんな修羅場を通過をしてきた私だからこそ、やらなければいけない仕事があるという思いを大変強くしております。発言の順番が一つずれまして、馬渕さんからですか。私は一番やらなければいけないことは、成長と財政再建の両立であります。成長なくして財政再建なし、財政再建なくして成長なし、これが私の立場です。危機を持って立てる、いちいちですね、この相談をしながらに関して、あるいは農業に関して出しました。で、それぞれ構想会議の考え方、そして地方の考え方が今出されているわけでありますけれども、となればこれは制限を受けるということは仕方がないと思っています。またさらにはねじれ国会ということも起きました。与野党の合意の下で1年の菅さんの残りの代表期間をまず務めるという趣旨の話をおっしゃったんですけど、そこで次の選挙で負けたら解散、万が一解散戦ができた場合にはなくなっちゃうわけなんですけども。